皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC のリです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、ずいぶん久しぶりになってしまいました。そうですね、まあついにこの時が来ましたぐらいの感覚ですね。はい、もう2月です。そうですね、早いもんで、早いものでアジアカップも敗退してしまい、いやびっくりだね本当に。キャンプも、はい、いろんなチームがね終わって帰ってきたりとか。そうだね、ヴィッセル神戸はもうインテルマイアミとプレシーズンマッチを行ったり。そうですね、いろいろとある中でもうリーグが開幕が迫ってきているというところで、はい、我々昨シーズンの振り返りをしてないんじゃないか。そうだね、ちょっといろいろあってできなかったということで、まあ、今回の動画は昨シーズンの振り返りと千葉銀カップの動画となります。もう2月ですからね、我々。そうなんですよ、世界三大カップと言われたらワールドカップ、チャンピオンズリーグ、そして千葉銀カップだと。アジアカップを超えるちょっと熱量がここにあるということで、絶対に負けられない戦いありますんで。そうですね、いろいろと見ていきましょう。はい、じゃあまずはちょっと振り返れなかった昨シーズンの結果からちょっと見ていきましょう。はい、まあ、レギュラー動画本当にあのプレーオフのベルティ戦の動画以来のご無沙汰ということで、まあ、結局こんな感じでしたっていう振り返りですね、もはやね。はいはい、まあ6位だったわけですけど、まあ、2024年が大事なわけですよ、この成績どう考えても。そうですね、もう完全に前半と後半でチームが違うようなシーズンを送っていて、間違いない。ただ後半戦のこのね13勝4敗とかを見ると、自動昇格も狙えたんじゃないか。そうですね、みたいなちょっと希望的観測もかけてしまうところで、本当に印象深いのが去年の前半戦の頃さ、まあ応援チャンネルだからはっきりは言ってないけど、結構プーとかが監督の身体がどうのこうのみたいなことをちょっとほのめかしたりしてたのが懐かしいぐらいの、ね、いやそうだね、本当にもう勝てない、うん、点は取れない、何をしたらいいかわからない、でこの監督についていっていいのかわからないみたいなところから、それがもう信じた結果13勝4敗そうね、みたいな。いやびっくりですよ、ジェットコースターに乗ってるかのようなシーズンでしたよ。そうね、まあやっぱり2024年の、まあ、課題というか、なんていうか注目どころはやっぱりスタートダッシュ、毎年ねここ数年間切れてない部分が切れるかというところなんですかね。そうですね、もうとにかく前半戦、はい、悪すぎる去年も、ここをやっぱり改善しないとね。まあなんか本当にゴールとかアシスト見ても、まあなんかずっと活躍し続けてくれた人から新戦力までという感じなんですが、もう早速ねちょっと2024年のメンバーリストをちょっと見ていきたいんですよ。はい、まあ赤字になっているのが、まあ、新加入のメンバーになるんですが、まあすごかったねこのシーズンは。補強もさることながらしっかりと必要な選手を、はい、残せた、間違いないと思います。まあキーパーのところがもう真っ赤ですが、そうね、ただいい補強してますよキーパーも。これどうなるんだろうね、争い激化だよマジで、誰がスタメンになるのかわからない。本当に全員出てましたからね。そうなんだよ、なんか敵チームの正ゴールキーパーやんみたいな。そうそう、藤田選手も青島選手も同じチームから来てるけど、そうね、2人が2人とも試合に絡んでたからね、しっかりと。青島もまだ若い選手だし、高際選手もいわきで普通にゴールマウス守ってたんだよな。帰ってきましたからね、びっくりですよ。で、まあ、離脱で唯一言うとすれば東京ヴェルディに三木智也選手が抜かれてしまったと。ライバルチームに取られてしまいましたが、まあ横山ですよ、横山その分の横山、エドゥワルド、林、いやなんか本気度だよね本当に本当に。そして俺的、個人的に一番は日高をしっかりと残せた。いや間違いないですね、確実にこの左利きのサイドバックって重宝されがちなところで、日高をしっかりとチームに引き止めることができたっていうのはかなり大きい補強だったのかな。そうですね、で背番号が変わったのが2人、田中選手と小森選手、はい、お正月、はいはいはい、ありましたが、いやー僕らの YouTube チャンネルをね去年聞いてるもらってると分かると思うんですけど、僕ら田中超推してるんですよ、本当に大好きなんでね、彼の出来によってもう試合が変わる。いや間違いないですね、そんなところで見てますけど、小森にもしっかりと、まあ、2年間はジェフでやるっていう話をしてくれてたこそ覚悟の2年目、小林さんも2年目、ね、そうですね、みんなで今年上がんなかったら来年チームの解体みたいな、間違いないね、あり
ね、こんなにいいオフシーズンはね遅れてないと思いますんで、まあいいメンバーが揃って、まあ、戦術とかスタメンどうなるのかみたいな後々話していくんですが、まあ、こっからが本題ということで、スタートダッシュをやっぱり切るにはやっぱり柏レイソルをまず倒さなきゃいけないと。いや間違いないということで、まあ、続いて柏レイソルの補強もちょっとね見ていきたいと思います。まあ、柏もね、まあ、正直少数精鋭ながらいいメンツは揃ってると思います。そうだね、なんかレイソルの補強はどっちかというと密度が濃くなったというか、そうだね、整理整頓されたっていう感覚が、まあ、結構 J2 でも見たことある選手が多いと思う。野田選手、島村選手、白井選手、あと木下康介選手とかね、はいはいはい、やられたなみたいな選手が J1 にどんどんみたいな、いや多いよね。島細谷選手とかも残ってるし、そうね、あんなに海外移籍するかもしれないって言われた細谷真央が、そうなんですよ、残ったり、まああと俺的にはね、うん、まあ昨シーズン途中から入った犬飼、あー浦和レッズからね、レッズからレンタル移籍で入ってますけど、かなり、いやいいでしょう。いやなんか犬飼選手が夏場入ってから守備めっちゃ改善したんだよな実際。確かに、いや本当に素晴らしいディフェンダーだなと、間違いない、いい選手がいっぱいな。去年も山田浩太選手とかが加入して、なんでこんな J2 からいい選手奪っていくねみたいなこと話したけど、まあなんか浦和レッズとか名古屋とかみたいなビッグネーム補強じゃないけど、まあなんかちゃんとした補強だなと思うよね。本当に、まあ、抜かれてしまった選手もさることながら、しっかりと11人揃えれる、11人をしっかりとまず作れた上で上積みがみたいな補強になったのかなと思っておりますよ。はい、ということで、まあ、このメンバーを踏まえてちょっとどんなチームなのかというのをざっくり本当に簡単に見ていきたいと思います。はい、まあ、オフはまあ必要最低限って感じだと思うんですが、やっぱり昨シーズン17位、2024年は3チーム降格するということで、まあどうなるかわからないけど若手の突き上げ必須かなという感じかな。そうだね、まあこう見てもなんか俺の昔のレイソルのイメージってやっぱすごい外国人が引っ張るみたいな。そうだね、レアンドロ・ドミンゲスであったりワグネルとか、まあ、いっぱいいたからね。まあ最近で言えばオルンガにボールを集めてみたり、ね、うん、みたいなサッカーからもう本当にここ最近はチーム総力戦をするレイソルに変わってきてるのかなと。確かにね、まあ、マテウス・サビオとかずっと活躍してるけど、やっぱり攻撃の核は細谷なんだよね。サビオもいるけど、まあそんなところでちょっとレイソルのサッカーの質が変わってきてるっていうか、まあどこからでも点を取るチームに変わってきてるなっていう印象を僕は受けますね。まあ、井原さん結構なんか一つに突出してなんか個性が強いやつっていうよりか総合力結構高めのチーム作り上げてくるイメージは確かにあるかな。ただやっぱ俺は結構ジエゴ好きだぜ。いやそうなんだよ、怪我さえなければねこいつは活躍するんですよ。こういうサイドバックね好きだよ俺は。いやなんか日高もそうだけど、まあ確かに足元もうめえし体力もあるしっていうのいいよねやっぱり。結構ね確かにネームバリューで言ったらそこまで J1 でっていう選手は少ないかもしれないけど、結構ね J2 見てる人からしたら期待値持てるチームではありますね。そうですね。ということで千葉見ていきましょうよ、はい、本当にどうなるかというところですか。いやもう喋りたくてねうずうずしてるんだよ、行こう早く。はい行きましょう。はい、まあ言ってしまえばね大補強で本当に勝負の年に迎えてる感じあるよね。ありますよ、絶対に上がろう優勝しようみたいなメッセージが込められた補強。そう、なんかサポーターの方々もなんか X とか見ててもちょっとねそこら辺を感じてるのがひしひしと伝わる盛り上がり方をしている気がする。エスパレスとか、うん、いろんな補強に成功したチームがある中でいなくならなかったっていう最大の補強。いやそうですよね、まあ、っていうかやっぱりエースたち若手も抜かれなかったしみたいなとこだよね。個人昇格みたいなところを含めてそこまで多くなかった。そうだね、佐々木翔吾しかりさ、まあちょっといいところ抜かれちゃうんじゃないかなって思ってたけど我々のチームに残ってくれて。そうだね、本当にさっきもちょっと言ってたけど今年上がれなかったら抜かれてくんじゃないかみたいな選手たちがいっぱいいそうだからね。はい、勝負の年にしましょう。そうですね、まあ千葉金結構去年もさなんか思い返してみれば矢口、新名、小森みたいなのを積極的に起用したりみたいなのがあったから。そうだね、そう、どういう起用になるのかっていうのも結構やっぱりね注目なんだよねこの千葉
千葉銀は新加入選手をどうやって使うかだったり、そうね、エドワルド、はい、面白いなって思ったのはボランチで使われるのかサイドで使われるのかとか、そうなんですよ、サイドバックなのかみたいな、アランダみたいな、あーなるほどね、ジェフで言う、はいはいはい、どこをやってもイブシギンのプレーをしてくれるところがあるから、エドワルドの使われ方だったり、まあ横山だったり、そうね、複数ポジションをこなせる新加入選手がジェフでどういう活躍を求められて呼ばれてるのかっていうところをちょっと見ていきたい。そうね、結構ここには書いてないけど林とか、あと岡庭選手とかも去年めちゃめちゃ活躍したけど、そうだね、一世もいるし日高もいるしなみたいな、松田陸選手とかもねこのまま終わりたくないだろうし、めちゃめちゃ層厚いぞ。松田陸に関して言えば早々に契約更新発表されましたからね。そうなんだよね、アンドリューもね残ってくれたし、アンドリューの怪我は治ったのかどうか、確かに、であったりキーパーですよ、誰が出るキーパー、いや本当にマジで、いや藤田選手一歩リードかなと思ったりしたけど鈴木亮太も負けてねえだろうみたいな、いやいや高木は来たぞみたいな、そうなんだよ、そして最後そう高木は復帰、まさかのここでみたいな、いやもう層は厚いよ、とんでもないですよ、まあいろいろ見どころある試合になるんではないかなと思っておりますが、そうですね、こんなところで私たち年に1回しかまだ戦えませんが、はい、今日は声を大にして言わせていただきたい、そうですね、それではまた次の動画でお会いしましょう。柏には負けられない。